なんかこんなとこ迷い込んじゃったね。はい、アキラです。また今回も猿ヶ島のコースを、今広場っていうところに行くつもりであちこち行ってたらちょっと迷っちゃいましたね。まあで今回はね、いい加減疲れちゃってかなり無口でただ走ってるだけですね。なんか少し広いところでな。なんか見たことあるな。あれ。シートのクッションもいいからね、どっかり座ってた方が全然楽だね。やばいな。ああ、これ行き止まりだ。これ以上はダメだ。まあちょっと休んだところでまた行きたいと思います。こっちから行ってみようかね。じゃないのか。
来るのは初めてだね。これによりゃいいんだ。砂だなこれ。ああ、なるほど、ここに出んのか。うわ、砂やばいなこれな。でもね、体力消耗するだけだなんと。上から行けるのかな。
今日はここで終わり。空気入れとこうタイヤに。ああ暑い。冷え熱い。ああ見事にホコリまみれになったね。ピカピカに磨いてたんだけどね。まあ今日はそんな泥じゃなかったからまあいいでしょう。簡単に落ちるでしょうこれなら。